リジフ2024ナンバーアンダーラインアイライブ配信決定平野翔、岩優太神宮寺雄太のパフォーマンスを無料で見よう特に注目されているのが10月14日月曜日18時からのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスですロック・イン・ジャパン・フェスティバルリジフは毎年多くの音楽ファンが心待ちにする日本最大級のロックフェスティバルです2024年もその期待を裏切ることなく 多くのアーティストが参加し、何日にもわたって熱狂的なパフォーマンスが繰り広げられます。しかし、今年のリジフには一つ大きな特徴があります。それは、リアルタイムでのライブ配信を誰でも YouTube で視聴できるという点です。この新しい試みは、ライブに行けない人々にとっても大きな喜びをもたらし、リジフの魅力をさらに広げています。具体的には、 2024年のリジフのデイ3からデイ5の配信スケジュールが発表されており、特に注目されているのが10月14日、月曜日18時からのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスです。このアーティストは、若手ながらすでに大きな人気を集めており、ファンからの期待も非常に高まっています。SNS 上でも、楽しみにしていた。リアルタイムで見られるのが嬉しい、といったコメントがあふれ、 彼らのステージが多くの人々を魅了することは間違いありません。日本の音楽シーンにおいて、ナンバーアンダーライン愛は多様なスタイルと幅広いファン層を誇る非常に人気のあるグループです。特に、彼らの存在感とパフォーマンスは、ロック・イン・ジャパン・フェスティバル、リジフなどの大規模な音楽イベントで特に際立っています。このフェスティバルは、ファンにとっての一大イベントであり、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つユニークな強みが彼らの成功を大いに支えています。ここではグループのメンバーである平野翔優太神宮寺優太のそれぞれの強みを深く掘り下げてみましょう。平野翔はグループの中でもその魅力的なルックスとカリスマ性が特に際立っています。彼のパフォーマンスには自信とエネルギーがあふれており観客を引き込む力があります。また 彼は歌唱力も高く、特にバラードや感情的な曲ではその実力が存分に発揮されます。リジフにおいても、彼はその表現力で観客を魅了することが期待されます。彼のパフォーマンスは、音楽に込められた感情を的確に伝え、観客との一体感を生む重要な要素となっています。ガン・ユータは、グループ内でのパフォーマンスにおいて多彩な才能を持つメンバーです。 彼は特にダンスにおいて優れた技術を持っており、そのダイナミックな動きは観客を圧倒します。また、彼の明るい性格とユーモアも、ファンとのつながりを深める要因です。騎士のパフォーマンスは、楽しさやエネルギーを前面に出し、会場全体を盛り上げる役割を果たしています。リジフでは、彼のダンスパフォーマンスや観客とのインタラクションが、ライブの雰囲気を一層高めるでしょう。神宮寺雄太は、 グループの中でも独特の存在感を放つメンバーです。彼の深い声と歌唱力は、特に力強い曲やロックナンバーにマッチし、迫力のあるパフォーマンスを見せます。また、彼は感情豊かな表現力を持ち、観客に強い印象を与えることができます。神宮寺の歌声は、理事フのような大きなステージでのパフォーマンスにおいて、特に際立つ要素となるでしょう。彼の力強いボーカルが、 ナンバーアンダーラインアイの音楽の魅力をさらに引き立てています。ナンバーアンダーラインアイはそれぞれのメンバーが持つ強みを生かしながらユニークで多様な音楽スタイルを展開しています。このグループの魅力はメンバー間のハーモニーと相互作用にあります。平野翔の表現力、岸優太のダンススキル、神宮寺優太のボーカル力が融合することでナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは独自のものとなり、 ファンにとって忘れられらない体験を提供しますリジフではこれらの要素がすべて合わさり観客に圧倒的な音楽体験を届けることでしょうライブフェスティバルというものはその場の空気感や観客との一体感が醍醐味です会場で感じる音楽の振動や熱気それに包まれる瞬間はやはり現地でしか味わえないものですしかしリアルタイム配信という新しい形式は 現地に行けないファンにとってその代替となるだけでなく、さらに新たな魅力をもたらしているのです。例えば、遠方に住んでいる人や、仕事や家事でどうしても会場に行けない人々が、このライブ配信を通してフェスティバルに参加することができるようになりました。以前なら、映像のアーカイブや SNS での断片的な情報を頼りにするしかなかった彼らが、今ではリアルタイムで熱狂を共有できるのです。これは 一種のの音楽体験の民主化と言えるでしょう。特に YouTube での無料配信はフェスティバルの裾野を広げる大きな要因となっています。これまでのライブ配信は多くの場合有料のサービスや特定のプラットフォームを介して行われていましたが誰でも気軽にアクセスできる YouTube を選んだことでリジフはさらに多くのファンにリーチすることができました。もちろん アーカイブ配信はリジフのチケット申し込み者限定という制約はあるものの、リアルタイム配信に関してはオープンにされており、これが視聴者の参加意識を高める要因となっています。ファンたちは、この瞬間を見逃してはならない、という感覚で、画面越しにフェスの熱気に引き込まれていくのです。また、特番配信に連動した特別企画もファンを楽しませています。X、旧ツイッターを使ったプレゼントキャンペーンや、 アーティストのサイン入りタオルの抽選など、オンラインでの参加型企画が開催され、これがフェスティバル全体の盛り上がりを加速させています。これは単なる視聴者としての立場から、ファンが積極的にイベントに関わる機会を提供しているともいえます。このような参加型の仕組みは、現地でのライブ観戦にはないオンラインならではの楽しみ方を提供し、ファン同士が一体感を感じられる仕掛けとして機能しています。 グループとしての統一感も重要ですが、各メンバーが持つ個性が際立つことで、ナンバーアンダーライン愛はより一層魅力を増しています。平野のカリスマ性、騎士のエネルギー、神宮寺の力強さは、それぞれが異なる観点からファンを引き込む力を持っています。このように、各メンバーの強みが互いに補完し合い、ナンバーアンダーライン愛という一つのブランドを形成しています。リジフでの彼らのパフォーマンスは、 観客にととっては一生の思い出となるでしょうそれぞれのメンバーが持つ強みを最大限に生かし、音楽の力で観客を魅了する姿は、音楽ファンにとっての特別な体験を提供します。ナンバーアンダーラインアイのライブは、ただのコンサートではなく、彼ら自身の個性が集結した、真の音楽体験です。これからの彼らの活動にも目が離せません。ここで、 ライブ配信のメリットをもう少し深く釣りしてみましょう。実際の会場でのフェスティバルでは、多くのアーティストが同時にパフォーマンスを行うため、観客は自分の好きなアーティストのステージを選んでみる必要があります。つまり、フェスの全体像を完全に体験することは不可能です。しかし、ライブ配信では、複数のステージが順次配信されるため、異なるアーティストのパフォーマンスをすべて楽しむことができるのです。 これは、ライブ体験の新しい形といえます。さらに、視聴者は自宅の快適な環境でリラックスしながら音楽を楽しむことができ、音響や画質も高品質で提供されるため、現地に行く以上に音楽そのものに集中できるという利点もあります。とはいえ、現地でのライブ体験を完全に置き換えることはできません。フェスティバルの醍醐味は、やはりその場の一体感や、他の観客との共有体験にあります。 特にふのような大規模フェスでは、会場全体が一つの巨大な音楽の街と化し、音楽を媒介にしたコミュニケーションが自然発生的に生まれるのです。この独特の雰囲気は、ライブ配信では再現しきれない部分です。しかし、これは配信がフェスの補完的な役割を果たしているに過ぎないというわけではありません。むしろ、配信がフェスティバルの体験を拡張していると言えるのです。 現地での体験とオンラインでの視聴が共存することで、より多様な楽しみ方が生まれています。さらに、今年のリジフ配信は、単にライブパフォーマンスを届けるだけでなく、音楽業界全体に対する一つの問いかけでもあります。それは、ライブ体験の未来はどうなるのか、ということです。これまで、ライブは物理的な空間での出来事であり、そこでしか得られない体験価値があるとされてきました。しかし、 パンデミック以降、オンラインでのライブ配信が急速に普及し、新しい形のライブが広がり始めました。リジフ2024のような大規模フェスが、YouTube という無料プラットフォームを活用してライブを届けるという事実は、音楽業界全体にとっても大きな変化をもたらしています。これに対して一部のアーティストやファンの間では、オンラインライブが本物のライブ体験を薄めてしまうのではないかという懸念もあります。 画面越しの体験は、音の迫力や観客同士のリアクションなど、現場ならではの要素を欠いていることが多いためです。しかし、逆にオンラインライブには、音質や映像のクオリティが一定に保たれる、複数のカメラアングルからアーティストのパフォーマンスを細部まで見られるといった利点もあります。このように、ライブ体験そのものが進化し、多様化していると言えるのです。リジフ2024の試みは、単なる、 次世代のライブフェスとしてではなく、音楽の新しい接し方、楽しみ方を模索する一つのプロジェクトとして捉えることができます。オンラインライブの可能性は無限大であり、これが音楽業界にどのような影響を与えていくのかは、今後のフェスティバルのあり方にも大きく関わってくるでしょう。例えば、将来的には VR 技術を使った没入型のフェスティバル体験が普及するかもしれません。現地に行けなくても、 まるでその場にいるかのような感覚でライブを楽しむことができるようになれば、フェスティバルの概念自体がさらに広がっていくことでしょう。最後に、今年のリジフがどれほど多くのファンにとって特別なものであるかを強調したいと思います。特に、ナンバーアンダーライン愛のような若手アーティストがリジフの舞台に立ち、その成長をリアルタイムで目撃できる機会は、ファンにとっても忘れがたい体験となるはずです。音楽フェスティバルは、 単なるエンターテインメントではなく、アーティストとファン、そして音楽業界全体が一つにつながる瞬間です。リジフ2024は、その象徴的な存在として、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。